方。どうですか、ルール。大体わかりますか。あ、そうですよね。まあ、細かいことは、まあ、さておきですね。4つ、禁止行為であります。暴力、暴言、ゾンビ行為、ブラインドショット。この5つです。まあ、暴力を暴言するのはですね、あった場合は、退場、両者退場になって場合がありますので、それがせっかく遊びに行ったのに行きますので、暴言とかしたらめっちゃびっくりする。されてる方おられません。僕であったり、さっきの実以外なら、僕だったら、その方にお伝えしますので、直接的な意味合いはなしでお願いします。であと、ヒット隠蔽行為、ゾンビ行為ですね、禁止になっております。ヒットの定義なんですが、体、あと装備品ですね。あと跳ね返り、長弾、バウンドも一般的になってますので、まあ、皆さん分かりづらい部分十分あると思うんですが、自分を厳しく言ってもらうのをよろしくお願いします。あとブラインドショットです。バリキュードから銃だけ出してるものですね。まあ、映画とかではよくあると思うんですけど、まあ、ちゃんと、サバゲでは狙ってください。あと上からダッダッダみたいな、はい。まあ、とりあえずこのやつ守っていただいたら、とりあえず、まあ、問題ないと思います。よろしくお願いします。はい、ではフィールド案内を行います。ついてきてください。はい、ネットの中フィールドです。ネットの中はゴーグル必ず着用です。マガジンさしていいのはフィールドだけです。休憩所では必ずマガジン抜いて、スプレッシャーは入れて保管しておいてください。建物の使い方説明します。ちょっとストップします。どちらとも1階と2階ありまして、1階からどこ狙ってもらってもいいです。で、2階に登ってもらってどこ狙ってもらってもいいんですが、ここだけ禁止ありまして、1階の人が天井を抜けて2階の人を撃つこと、2階にいる人が床を抜けて1階の人を撃つこと、禁止です。まあ、基本弾通らないようには作ってあるんですが、まあ、隙はないことはないんで、真上と真下だけなしでお願いします。で、こっちの建物だけ中に階段があるんですが、階段は抜いてもらって OK です。階段は OK。 階段にいる場合どっちから行っても OK。 階段は、まあ、天井と床を抜けないので、まあ、意図して空いてる場所なので階段の上下の打ち合い OK ですが、まあ、階段なんで打たれる方は、まあ、無理せず、まあ、あかんなと思ったらヒット判定してみたいと思いますので、まあ、怪我なければいいように階段では打ち合ってください。お願いします。はい、では右行きます。あと車のバリケードあるんですが、ほとんどの扉壊れてるんで無理に開けないようにお願いします。で、あと車の上、背を越えるようなバリケードの上には登らないようにお願いします。どっかから出てくるのかな。全てがバリケードですね。はい、ここが向かって右側のスタート地点です。逆側にもスタート地点を設けてあります。で、無線とカウンターですね。無線はゲーム始まる前にゴーグルチェックしますので、気づかれた方はチーム内のゴーグル確認していただいて応答お願いします。あとフラグ戦の時も無線使います。相手チームの無線使ってフラグゲット言ってもらったらゲーム終了なんですが、自分のチームから、フラグゲット2回復習お願いします。まあ、たまにちょっと聞こえづらい時あるんで、ちょっと復習をしてください。あとはカウンターですね。午前中何回かカウンター戦っていうのがあります。ゲーム始まって自分がヒットになったら、まあ、弾が当たったらここ帰ってきて1回押して復活してください。これ今日30回行ったら負けてゲームしますので、30回目押さえた人がまた無線で自分のチームからと30回行ったので言っていただいたら、これからゲーム終了になりますのでお願いします。あと、何かルール確認とか何か気になることあったらこれ。Thank you.
まあネットのないとこも実際にはあるんやけどな。ロープかなんかあるはずやね。こっちが左のスタート地点です、今日2チームですね、赤と黄色分かれてもらって、やっぱあれやな、あれやな、まあ後で使うときに直そう、はこっちがもともとネットない仕様になってます。で境界線は黄色と黒のタイガーロープ、後手の手前に貼ってありますので、まあ分かりやすいかなと思うんですが、後手の外、ロープの外はうちの敷地外なので、ロープの中だけで黒がお願いします。では上行きます。ここでグネって上がってきて、まあここもポイントやな。セーフティー帰れます。こっちスタートの時とかこの辺でヒットになっちゃった時はこっちから全然帰っていないで OK です。でフィールドは土手の下まで、土手の奥まではもうセーフティー扱いなんで土手の下まででプレーお願いします。あとこの会場の絵も PO になってます。出入り口はここだけです。この辺までってことやな。そうです、その辺ぐらいね。ネットまで、どのまでで50に、使っていただいていいんですが、レンジの的と試射レンジの的と併用してるんで、ゲーム中は試射レンジの使用なしで、10分の休憩の間だけ射撃使ってください。はい、では中央を戻ります。まあこの上に行くと見晴らしがええからよく見れるんやけど、めっちゃ遠いとこから弾飛んでくるとも言えんね。この見晴らし台ですね、観覧席になってます。50に、ゲーム休憩の数の人の方使っていただいていいんですが、ゴーグル必ず着用でお願いします。でレンジ使う時以外はマージが抜いて、そういう定点判断しておいてください。あと禁止エリア、この下禁止です。この見晴らし台の下禁止です。あと茶色とグレーのネット際まで行くのは禁止、まあ、セーフに使って、とて下は全然使ってもらっていいんですが、ネットまで行くのは禁止になっています。あと出入り口、ここメインです。で、あと、さっき言った向こうの裏からですね、その2箇所になってまして、目印にこの残弾処理用のドラム缶置いてありますので、フィールドから出る際は必ずマガジンで残弾処理して、セレクターを設置して、撃ち落としてください。ゲーム中2から撃ちたくないですね。撃たれた方アウト、撃った方セーフなんで。まあ、撃った方はセーフ、撃った方セーフです。撃たれた方はアウトで、まあ、撃っちゃった人は、まあ、仕方ないんですけどね、謝ってもらったら問題ないと思います。が、一応マーカー確認します。あと味方ダッシュして敵の矢倉入っちゃった味方めっちゃ打ちやすい。暗いの。え？いや違う。エアフリーやな。打ちやすい。打ちやすい。ダッシュして敵の矢倉入る方はちょっとスタート前にちょっとダッシュするんで気をつけてくださいとか。まあむっちゃ走る人の服を覚えるとかそういう感じで。まあどうじゃしないように、まあまあ謝っといてもらったら基本もやってます。はい、あとでは皆さん、せっかく遊びに来ていただいているので怪我だけですね、持ってないな、怪我とか熱中症だけないように気をつけてください。では第1ゲーム、赤右黄色左の、10分間30回カウンター戦セミナルです。でチーム分けは前のホワイトボードに書いてあります。カラーテープもご用意してますので両腕、巻いてください。では皆さん今日一日よろしくお願いします。10時ぐらいからゲームスタートしたいと思います。もうすぐや。はい、ありです。ヒートさせないと。
長男は1個。ありがたいことに、じゃあ、中東です。よいしょ。